YouTube をご覧の皆様どうも原田司ですさあというわけで、えー、毎日ね極力 YouTube 上げていこうというふうに宣言してしまったものですから、えー、今日も上げておりますが、えー、昨日ね誕生日でまあいろいろ考えますよね皆さんもね42歳42歳というか毎年毎年いろいろ考えることってあると思うんですけどあのー、僕がね将来的にやりたいことって今今回の日本一周もそうなんですが 日本の問題点だったりとかをみんなで考えたりとかね日本人が本当に改めて日本を好きになるっていうことを今は課題にしてやってますでその中で僕が2050年までに変えていきたいことっていうのがあって小さ,い小さな声かもしれないんですが誤強化至上主義の撤廃だったりとか保険料の無償化だったりとかいろいろあるんです えー、今の日本がもう変わらないとどうしようもないです、えー、子供がね今こんな少ない状況、えー、僕にも子供はいないんですいないんですけど、えー、いないという状況って国的にもすごく、えー、逼迫している状況だと思います。うん だからそれをねどうにか変えていくにはいろんな教育っていうところを根本から変えていったりとか人間の関係性自体をいろいろ変えていかなきゃいけなかったりとか職業のことについてもっていろいろ思っているところですただ何から手をつけていいのかわからないんですがとにかく僕が今できることっていうのはフットワークの軽さでいろんな人と話をしていろんな問題点をどんどん上げていって えー、その中で絶対いろんな活動されている方とかいると思うのでそれをどんどん紹介していくということですなのでいろんな地域,、えー、地域での取り組みをやっている方皆さんもしご存知の方がいたら紹介してください。えー、議員さんででもいいですし えー、何でもいいです、えー、町長さんとか、それ以外にも、えー、子どもたちのための施設をいろいろ取り組んでいる方とか、なんかそういう方たちにどん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 インタビューをして、えー、この YouTube でもご紹介していけたらなぁと思っております。えー、子どもが、えー、どんどん育っていかないと、国は保つことができません。 その中での自分の考えっていうのも今ちょっとブログの方にまとめてますので、えー、ブログもぜひ見ていただけたらと思うんですが間もなく、えー、とりあえずね10個僕が、えー、2050年までにしたいことを10個、えー、書き書いて、えー、ブログにアップしたいと思いますでそれっていうのはどんどん書き換えていきます、えー、真剣になんかなんとなく生きてると人間ってこうなんとなく壁にぶつかってもズルーってこう行っちゃうんですけど 真剣に生きて自分の考えをその時その時で持っていると、バーンってぶつかった時っていうのは、しっかりとその方向転換ができると思います。これはいい意味での事故です。うん。しっかりガーンと当たった時に、あ、あのー、ぶん殴られるぐらいの思いというか、本当に、あ、こんなに自分の人生観が変わるなんだってっていうことは人生で皆さんも何度か経験されることだと思うんですが、えー とにかく書き記ししいって自分が少しでもあれおかしいなとかあこれってもっとこうしてった方がいいなと思ったらどんどんブログで書き換えていきたいと思います、うん、あの政治家になりたいとかもちろんそんななれるっていうあれじゃないんですけどなりたいとかそういうことではなくてその問題点っていうのをしっかり考えながらこれからは生きていくっていうことが僕自体はその未来につなげていくことだと思っています。うん 二十、ね、歳の頃にやらせてもらったヒーローモで「人の命は地球の未来」と言いますがもうまさにそうです、えー、どんなにいい国づくりしてもそこに子供がいなかったらそこで終わってしまいます途切れてしまいますだから生活がしやすい環境子供が、えー、育ちやすい環境育てやすい環境っていうのをどうやったら作れるかもし国ぐるみでそれができないのであれば地方自治体でどこかそういうことを、えー、やれるところがないのかとかね いろんな考えをいろんな人たちと話し合いながらね、ログとしていろいろ残していきたいと思っています。はいというわけで、えー、毎日 YouTube 動画、えー、2日目はこんな感じでお送りしました。まあ、これからも多分好き勝手、えー、いろいろ行っていくと思いますが、もし、えー、お時間ある方、1、えー、日に1度数分ですので見ていただければと思っております。これ以外にも、えー、他の、えー、旅動画、どうどうも、えー、あと食動画、 ね食レポなども上げていきますので、えー、ぜひぜひ見ていただければと思いますそれでは原田アチでしたどうも